シャーリオルスです。それでは本日もニアオートマタやっていきましょう。はい、ご覧の通りまた引きこもりました早すぎだろ、うん、というわけでやっていきたいと思います。あ、優しいアンドロイドさん、実はそのまた息子が引きこもりになってしまってもうダメなんじゃないか、この子。また気になる子に会ってしばらくは元気だったのですが、昨日から突然、お願いします、何度もすみませんがどうか助けてくれませんか仕方ないな、もう難易度すごい高くなってるんじゃないか、前回も相当きつかったもんな、ふふ今回は家内の自信作だからね引きこもる術を誇ってどうするんだよ。それより気になる子と仲良くなるんじゃなかったのか。クリアしたら教えてやるよ。わかったわかった、やってやるよ。やっぱり引きこもるロボ。よし、やっぱり引きこもったか。やってやんよ。どう？なんか敵が出るような敵が出るようになったよ。まあ、敵出たところでな、別に、まあ、もう気にしなくていいんじゃない？こうやって。前回の方が難しかったぞ。前回の方が難しかったぞ。だいぶ余裕あったぞ今回。負けたもうあんたって子はまた迷惑かけてなんで引きこもったの僕も理由を知りたいな。クリアしたら教えてって言ったよね。教えてくれよ。振られたのか。これでも頑張ったんだ。外に出てみんなと話をして、あの子とも頑張って話した、楽しかったよ。でもそれは最初だけだ。次第に空気を読みながら会話することに疲れてしまって早いな。そうして悟ったんだ。引きこもって他人と接触しないことが一番楽だということにねまあまあ楽かもしんないけどな。うん。僕はこれから最強の引きこもりを目指す。それが今の僕の夢だ。今回は破られたけど、今度は絶対に破られない電子ロックを開発して見せるからね。まあ、そっち方面で仕事できそうだな、でもこの子。ああ、なんて立派なことを言うようになったのかしらもうダメだ。これもあなたのおかげです。ありがとうございました。うんうん、よかったね全然解決してない気がするけど。おお、レベルアップ。はい、ありがとうございます。ダメージ吸収3。やっぱり引きこもるは無完了。あ、更新されたじゃあまだ終わらないんだな、お前は。よーし、受けて立つよ。はい、じゃあ次行こうかな。もうクエストできる限りやっていこうかな。うん、探してみます。はいはい、じゃあ次のクエストですね。また来ちゃいました、この子に。うん、パレード続きやっとこう。レベル2。あ、あなたですか。私はもうついていけなくなりました。なんだ急にもう世界が愛で溢れてることを諦めたのか。何が喜びだ。よころび。何が愛だ。あんなのいくら命があっても足りないですよ気づいてしまったか。え、パレードをやってた連中がどこにいたかですって。彼らなら世界の果てにも喜びをと言いながら旅立ち、砂漠の果てで消息を絶ちました。おい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 、バカな連中だ。きっとのたれ死んでいることでしょう。お前、愛とか喜びとかバカバカしい。パレード防衛が完了されました。更新されました。え、どっちなんだ。えどっちなのこれ。え、砂漠行けばいいのか。砂漠行けばいいの。どうなった。クエスト進行中。あ、進行中ない。やっぱり引きこもるロボ。パレード防衛。ピエロの様子を見に行くと、そこには別の機械生命体が佇んでいた。彼は危険なパレードを繰り返す仲間についていけなくなり、パレード隊を抜けたという。かつて護衛したパレード隊は次の場所に移動しようとして砂漠で消息を絶った、絶ったらしい。え、これもう砂漠行ってみるしかないな。砂漠。砂漠になんかあるか？データ解析なのに、いや、これ違う。砂漠ここだね。謎の手紙。え、でも、ないぞ、何にもないぞ、砂漠。え、じゃあもう何にもないけど自分で探してみるしかないのか、これ。ひょっとしたらどこかに会えるのかこの赤いクエストの点がないとな、さすがにな。うん、
まあ砂漠にはいつか行くことがあるから、どうしよう、違うこのハテナ行ってみましょうか。はい。大丈夫なのかあいつら。心配だけど。次行ってみましょう。やっと見つけた。どこにいんだこれと思ったら、こんなとこにいた。クエスト。大丈夫ですか？レジスタンスの人ですよね。少し前に廃墟で爆発があったでしょ？ああ、沈んだやつか。その時の衝撃でちょっと調子が悪いのよね。っていうか、そっちのお姉さん、ヨルハの人、前に会ったことがあるかしら？誰だ？いいえ、ヨルハ型に似ているモデルが多いから。あなたたち、ヨルハ部隊の人？そうですけど。すごく高性能だって聞いてるけど。いやー、それほどでも。敵を1秒で倒せるけどな。こっちは。よければ助けてくれない？はい。できることなら。実は一緒に作戦に従事していた友人が死んでしまって、あらあらあら。最後の思い出を取り出したい。これ、壊れたポットがライフログを取っているはずだから取り出してくれない？どういうこと？ありがとう。記憶喪失を受注しました。なんだこの視点。わかりました。そのポットから写真を取り出せばいいんですね。写真。これ？ハッキング。 ハッキングか。このステージあんまり得意じゃない。このステージあんまり好きじゃない。でも今回うまくいった。 OK。 ライフログから画像を取り出した。これハッキングするってこと？おお。 結構衝撃的な画像出てきたぞ。今表示されたのはポットに残されていた最後のログです。レジスタンス同士の争いみたいですが、まさか彼女はレジスタンスに、仲間に殺されたの？待って、まだ完全には修復できていません。今よりもっと深い階層に潜らないと完全には。いいえ、もう十分、十分よ。この赤いフードのレジスタンスが彼女の仇。仲間を殺すなんて許せない。更新されました。どこ行くの？待って。何？どこに行くんですか？犯人を探し出して殺す。おお。殺すって言ったって情報が足りなさすぎますよ。それにあなたは犯人に見られている可能性がありますから危険です。僕たちがやるのか、代わりに引き受けるというのか。そしてトゥービーさんまた伸びをしている。暇だなーみたいな感じで。僕がレジスタンスキャンプで調査してきますよ。赤いフードなんてあまり見る服装じゃないですからね。わかった、頼んだぞ。礼は弾むからな。頼むぞ。なんか思ったよりも重たい、話になったな。これはやばいな。じゃあレジスタンスキャンプに行くのが次か。進行中。記憶喪失。ライフログを取り出すと、友人を殺したのは赤いフードをかぶるレジスタンスであることが分かった。この赤いフードをかぶる犯人を探すためにレジスタンスキャンプへ向かう。うわ、なんか、推理小説っていうか、サスペンスになってきたぞ。そんなゲームだったかこれ。行ってきましょう。レジスタンスキャンプ、これは気になる。お人よし。美人だからとはいえサービスしすぎ。いやそんなことないです。いや不美人っていうわけじゃなくて、どっちでもいい。どうしたのトゥービーさん、なんか急にねそんなこと言ってくるなんて珍しいね。そういえば赤色のフードをつけているって言ってたよ。もうミニマップが真っ赤だよここ。もうわけわかんない。犯人探しするのかこれ。赤いフード、誰に聞けばいいんだこれ。とりあえずリーダー、何もないな。なんか特殊な赤い矢印を出してる人がいないな。奥か。まぁ、ちょっと一人ずつ。あ、いた。思いっきりいた、こんなとこに。そのフード、綺麗な色ですね。ありがとう。友達にもらったら。今日初めて来たんだけど、似合うかな？初めて？そう。とても似合ってます。僕も欲しくなっちゃった。
お友達にどこで手に入れたのか聞いてみたいな。残念、彼女ここにはいないの。そうなんですか？じゃあ今どこに？聞きに行くの？随分風洞が気に入ったのね。今砂漠の駐屯所よ。駐屯地よ。駐留地よ。砂漠。砂漠か。女性は彼女一人だからすぐにわかると思う。ありがとうございます。フード手に入るといいね。記憶喪失が更新されました。プレゼントされたものだったんだ。プレゼントなんて無意味な行為。どうしたんですか？急に。相手に聞かずに物を送るのは迷惑。ほう。物というより送る気持ちが重要とか。気持ちとか感情を持つことは禁止されている。はいはい。はい。はい。このくだり何回やっただろう。はい。じゃあ砂漠か。あ、ついでにあれだな、なんだっけ、パレード舞台も見つかるといいな。うん、行ってみましょう。赤いフードを送った女性レジスタンスが砂漠にいるはずです。うん、そいつが犯人の可能性もあるから気をつけないと。でも砂漠の駐留地には女性レジスタンスは一人しかいないですよ。ジャッカス？っていうかいないね。ほら、いないですね。あそこにいる人に聞いてみよう。実際ジャッカスはもうすでに人殺してるもんね。アジ食べさせて、うん、アジ食べさせて死んだもんな一人。え、同じレジスタンスを探している？ああ、ジャッカスのことか。何でも爆破とか乱暴な手段で済ませようとする女なんだよな。彼女なら今砂漠の洞窟に地質調査に行ってるはずだ。位置情報を渡しておくから勝手に探してくれ。あと君たちも吹き飛ばされないように気をつけろよ。やばいな、それなんか冗談じゃなくなってきたぞ、その吹き飛ばされないようにっていうの。どこだい？はてなはてなはてな？ん？今ここだよね。砂漠の記憶喪失、これか。うん、オッケー。じゃあ行ってみましょう。怖いな。急にまたサスペンスゲーム？ん？どっちだ？こっちか。こっちか。こっちだね。じゃあ行ってみましょう。意外と近いな。すぐそばにいるな。爆破されるか。テレトゥテテレトゥテテテ。どっから登んのこれ。どこにいるんだこれ。どこにいるんだ。テレトゥテレトゥテテテ。ここか。この穴の中か。どこにいる？下？下か？さらに、おーっと、えらいダメージを受けてしまったら、あ、近いんじゃないか？近いんじゃないか？これ。いるぞ、この先。いたぞ。おい。よくもこの間はアジを食わせてくれたな。あのジャッカスさん？ん？何か用？ああ、ちょっと夜部隊で必要な現地調査を行っていまして。へえ、わざわざご苦労様。ご友人に赤色のフードを送ったのってあなたですか？我らの部隊、旗の色を染めるのにあの赤色染料を手に入れたいんですが。ああ、あれ？いきなり売りつけられたんだよね。売りつけられた。どんどん。本当かそれ。そう、廃墟都市が爆発したすぐ後だったかな。買ってくれて赤い髪の女レジスタンスに言われたんだよ。フード自体は友達に似合いそうな色だったし、まあいいかなって。赤い髪の女レジスタンス。依頼主の特徴と一致。ん？ん？依頼主？いえ、何でもないです。でも今思えば不思議なやつだったな。ずっと笑ってたよ。笑ってた。ありがとうございました。失礼します。
真実はいつも一つ。よくわからない。よくわからない。そしてこれどうやって帰るの？これどうやって帰ればいいの？頭髪は依頼人である女性型レジスタンスと特徴が一致、うん、まあそれはそうだね。仮に本人だとして友人を殺した犯人のフード、なんで彼女が。推測、女性型レジスタンスが当該犯人であるか、またはその関係者である状態。とにかく話してみよう。もうそれしかないな。ただ問題はどうやって帰るかなんだよ。ここ僕前回もどうやって帰ったか覚えてない。帰り道わかんないんだよここ。困ったな。これで合ってるかな。さていよいよ謎がわかるのかなこれで。ここだね。シカくん。シカくん。あれいないな近くに。いつもワープ先にいるんだけど。しょうがない。彼に乗ってく。あーていうか乗る必要ないな。すぐそこか。ここの。ここのなんか変な階にいるんだよなあの人。あいやもうそこにいる。ん？ここにいる。上だな。やっぱり上だ。わかりづらいんだよここも階数もこれ。3階ぐらいだったかな。2階この階ではなかった気がする。ここじゃないか。あいた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 。さあ話してもらおうか真実とやろう。じっちゃんの名にかけて。どうだった、友達を殺した赤色のフードのやつは見つかった？その件なんですが、どうやらそのフードをあなたが売った可能性があるんです。え、廃墟都市の爆発のすぐ後に赤い髪の女レジスタンスが赤色のフードを売りに来たと。赤い髪？私があのフードを？あなたと犯人に何らかの関係があった可能性も。わからない。そんなのわからない。知らない。記憶を消去された？この間あの男性みたいに。流浪のカップルみたいに。でも、確かこのポットの記憶、まだ残ってる部分があるんでしょう？だったらお願い、今すぐ調べてみて。自分で記憶を消したんじゃないか？言いにくいんですが、記憶喪失状態のあなたが犯人である可能性も。構わない。私は真実が知りたい。だからお願い。わかりました。では始めます。え、そんなオチ？この人にハッキングすんの？あれ？違う。こっちか。気になるな。まさか自分に帰ってくるとは思わなかったな。記録会の調査 88%、 ほう 92%、 うわ気になる 98%、 うん、ライフログから画像を取り出した。やっぱりあなたじゃないですか。ああ、私はヨルハ E 型。ヨルハ？脱走者や裏切り者を殺すために作られたアンドロイド殺しのためのモデル。へえ。偽装し裏切り者に近づき殺す。だけれどある日友達を殺す命令が下されて、それで私は指示に従って心が壊れてしまった。記憶を消したのか自分で。でも辛くて信用を手にかけた事実から逃げたくて、だから私記憶を。ああやっぱりそっか、自分で消去したんですね。そう、でもこれ一回じゃない。え、何度も何度も友達や恋人になっては殺すことを命じられた。はあ、繰り返し繰り返し繰り返し。え、じゃあ親友になったのが先なのか、親友になったのが後なのか分かんなくなってきたな。どうしました？でそれを繰り返してるうちに壊れちゃったのかな、うん、これでいいんだよ。これでいいんだよね。私は夜入り方処刑モデル。友達を殺すのがヒヒ任務。ああ壊れちゃったなあ。ヒ、調べてくれてありがとう。フフ俺母あげるね。そんなヒヒ、友達を殺したくなったら言ってね。
私の仕事、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 仕事。行こう、ナインエス。あ、でも、ちゃんと報酬はくれた。ポットグラム、プログラム、ワイヤー。記憶喪失が完了さ。いや、悲しいな。でも、親友だったのを殺す命令が来たのか、それとも殺す命令が来たから近づくために親友になったのか、なんかそんな話してたよね。でそんなことをしてるうちに心が壊れてしまったんだろうな。いや今回は普通に悲しいお話だったな。記憶を消せるっていうか、そんなモデルがあったんですね。トゥビは知っていましたか？知らなくていいことだってある。そうかも知れませんね。いや思った以上に深い話だったな。普通に悲しいスリルサスペンスショックだったスリルショックサスペンスだったな。さあ次行きましょうか。はい、いや結構いい時間だったんで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。おっす、じっちゃんの名にかけて。